なにこれ、勉強にならない。全然電車一両も出てこない。学園も昭和鉄道でも岩倉でもない。鉄道員を養成してない。シロお姉ちゃん、今届く？乗務中？あら、ミルクちゃん大丈夫よ。今はお夕飯の支度中。どうしたの？またお勉強のお悩みかしら？そのこと、借りた漫画、少女漫画のこと。あらら、難しすぎた？難しいも何も、勉強になるところがない。鉄道が出てこないし、学園生だって旗も振らない。あらあら、何がおかしいの？鉄道のこと教えられる漫画なんてなくない？私らレールロード相手にさ。あ、そうかも。じゃあなんで白お姉ちゃんは？ミールクちゃんが私に一番相談してくること。何？決まってる、赤い運転手のこと。自分はもっと赤い運転手とお話ししたい。そうよね。それじゃあ、シロお姉ちゃんはニーロクちゃんに何のお勉強させてあげたいかな？あ、わかった。と思う。この漫画にはきっと、わかったみたいね。じゃあ、頑張ってね。あ、うん、ありがとう、シロお姉ちゃん。続き、それに、わかった、わかった、気が、読み直す。今度はちゃんとレジュメ作成しながら読む。そうしたら白姉にもレビューしてもらう。それで恋かどうかを適正に解釈できる。うん、買い物リスト、焼きたてのトースト、どこで売ってる？ねえ、シロお姉ちゃん！トースト、焦げ、よし。寝癖、よし。ブラシ、よし。焦げたトースト加える。ブラシ、寝癖直す。曲がり角ぶつかる。その後、再開。漫画ではやってる。絶対解決方法はあるはず。仮説を立てて検証する、いつものルーチン。大丈夫、自分のスペックなら必ず矛盾を解消できる。おや、ニーロクさん、おはようござ。おっと、考え事の最中でしたか。仮説16、鼻と上唇の間でパンを保持している。リジェクト、ビジュアル的に声が芽生えなくなる。お邪魔をしては悪そうですね。それでは26さん、また後ほど。仮説31、リジェクト。
説32、リジェクト。仮説33。じゃない。時間、赤い運転士が来ちゃう。来た。ああ、すごい。漫画の通り。じゃなくて。いやいやいや。大丈夫と？大丈夫です。って、どう？26と、工事盤のセンサーばどぎゃした？電車区長？なんで電車区長？なんでもかんでも出会い頭やけん。あ？なんでこげんとこに焦げたトーストば？なんでもない！乗務、試験、あの、事務。乗務、行くます。失礼！最新駅がおかしか共同ば。冗談にもならん。ああ、いや、まあ同じことかの。この間のは失敗に含まれない。なぜなら自分と赤い運転手はもう出会ってる。必要なのは出会ってからの好感度アップ。そのための最適解はフリースロー。男女を入れ替え、自分がフリースローする。赤い運転士の胸がキュン。好感度は確実に上昇。おう、26さん、お疲れ様です。カン、それ、捨てる？はい、飲み終わってますからね。なら貸して。構いませんが、見てて。お、いやいや、これはお見事ですね。それほどでも。よっ。あんな遠くから。空き缶スローバー、若いもんには負けられんたい。自分もその距離くらい、なんてことない。ははん、よかったい。空き缶残らず持ってこ。おお、電車区長と26はやり合うと。空き缶スローのレジェンドと最新鋭の特急系電車レールロードの一騎打ちばい。ほいぞ。よっ。こらさ。これは長引きそうですね。すみません、お先に失礼しますね。しつこい。だっこしょ。二人とも9本連続、しかも全部がセンターインでの成功ったい。こら、決着つかんかもしれんね。つける、決着。電車区長、次のワンスロー、自分は全部のセンサーを切るから。よかったい。わしは目隠して投げっとよ。けど、26も惜しかったとよ。さすがは最新鋭特急系電車レールロード隊。ここまで食い下がった相手は初めてとよ。さすが電車区長。この小倉工場の実質的な最高責任者。確率が極端に偏差していた。自分は
その極端な偏差を正常値と誤認した。恥ずかしい。赤い運転手がどう思ったか。いない。なんで。お、ナンバー。赤い…やったら…の赤井さんは最初の方にこっそり帰っていったとよ。勝負の邪魔ば専用にって感じで。帰った？最初の方に？見てなかったの？それじゃあ…それじゃあ意味ない。泣きよったと。どぎゃんしたとよ。動作不良じゃったらえらいこと。よか区長、よかたい。理由ばちゃんとあって嘆いとるだけのことやけんの。こないだの失敗の原因は明快。周りに人が多すぎたこと。鉄道は経験工学、自分はその集大成。大丈夫、このプランならただ赤い運転手を待てばいい。セリフも簡単、加えるパンもないから明瞭。傘ないの？もうしょうがないな。ほら。おや26さん。あ、もう来た。え、何か早すぎましたか？うん、早すぎない。ジャストタイミング。ジャスト？あ、私にご用でしたか？あ、うん。26さん？お天気。ええ、ひどい雨ですね。傘を取りに戻るのが面倒です。そうなんですよ。26さんと同じですね。もうしょうがないな。で、あれ、あれれ、傘ないの？ほんとしょうがないですよね。置傘もこの急な雨で全滅ですし。どうしようもない。忘れた傘。時差看護するの忘れてた。職務でもなし、そこまで落ち込むようなことでも。何、私がひとっ走り宿舎まで。おや、赤井くん、こぎゃんところで。ああ、傘忘れたと。おや、26も。ああ、電車区長はさすがに用意がいいですね。責任者やけん。ほい、はい。ありがとうございます。助かります。ありがとう、助かる。けど、ううん、失敗したのは自分。自分に全ての責任がある。263、何か思い詰めているのですか？ううん、平気。それより赤い運転士、時間大丈夫？あっと、そうでした。それじゃあ区長、すみませんが傘お借りします。うん、気をつけて。気をつけて、行ってらっしゃい。はい、行ってきます、26さん。行ってらっしゃい。行ってきますば。そぎゃんと嬉しかったとか。うん、嬉しい。すごく幸せ。で、あ、電車区長？よかよか。誰の目にもバレバレのことやけん。
赤い運転手ともっと仲ようになりたかとやろ。うん。気づいてるのに、どうして邪魔？邪魔ばしとらんよ。どこが何の邪魔とや。今もだって、あ、違う。今のも、今までのも自分のミス。どぎゃんこつね。自分はいい計画を立てたつもりだった。ほう。別に誰にも邪魔されとらんばい。言うかの、そもそも失敗もしてなかろうとや。でも、だって。マンガンコツ、トントン拍子にはいかんとよ。極端に描きおるから漫画やけんね。トントン拍子に進まんでもじわじわは仲良なれとるもんよ。本当？慣れてる？じわじわ仲良く。それってどうやったら継承できる？そら赤井くんに聞くしかなかばい。あん男ならまあ正直に答えてくれようよ。聞く。赤い運転士に直接。そんなの、だってそんなの怖かとか。答えば聞くんが。うん、怖くて黙っておけるくらいの思いなら黙ってしまっておく方がきっとよかとよ。怖くても黙っていられなくなるの？それが恋なの？わしん場合はそぎゃんじゃったの。そうなんだ。自分はまあじっくり考えてみるとよか。いずれ決断ば迫られるけん、そん日まで悩めるだけを悩んどくのも悪くなかとよ。263263、そろそろ起きてください。うにゃ、あれ、赤い運転士、ここは？よほど深く眠られてたんですね。ここはお人よ温泉駅、お人よの中心地ですよ。いつ寝ちゃったの？自分4回目の乗車の袋からですね。私が必要なデータは全部取れましたねと。あ、そう。それですごくほっとして。よほど集中してくれてたんですね。あくびをしたなと思ったらコトンって。ふう。湯野井線の視察に誰ぞ。ああ、赤井くんの出身地よな。どげんと26番連れて行ってくれんね。チャンスよ。またとない大チャンス。ここで一発告白決めてきちゃったら。自分考えすぎて。そのおかげで必要十分以上のデータが取れました。ありがとうございます263。ううん、そんなの、だって当然お仕事を一生懸命するの当然。そのおかげで時間に余裕ができました。どうします？お人用観光でもしますか？したいけど。けど？あの、その、もし迷惑じゃなかったら。だけど頑張ってくれましたからね。いいですよ。
遠慮なく何でもおねだりしてみてください。おねだり、あのおねだり、いくつ平気？いくつですか？そうですね、一往復につき一つで三つあたりで。じゃあ一つ目、自分はその赤い運転手のこと下のお名前で呼びたいです。下の名前、清春ですか？うん、清春、清春、清春って。職務中でなければ構いませんよ。二人でのミーティングの時はこういう時には。なら呼ぶ、今呼ぶ。清春、清春。はい、何でしょう263。おねだり二つ目、あの二つ目ですね。何でしょう？自分のことも呼び捨ててほしい。26って3つけなくって。お安い御用です。26、これでいいですか？それで26、三つ目、今日の最後のおねだりは？あのね、清春。はい、何でしょう26。いい子にしたら、頑張ったら、今日が終わっても明日とか明後日とかもまたおねだり。もちろんですとも。うん、観光もいいけど、してみたいけど、それよりもお家、清春のお家見てみたい。どうです、暑かったりぬるかったりしませんか？ううん、清春ちょうどいい。そうですか。しかしまさか大掃除までしてくれるとは。本当にありがとう、ご苦労様でした26。ううん、お手伝い当たり前だって、外はピカピカなのに中ホコリとか積もってたから。長く不在にしてしまいましたからね。外の方は氏子さんたちが定期的にお掃除してくれるのですが。長く不在にさせたの、テスト頑張ってくれたから。だから自分がその分お掃除するの当然。そう言ってもらえるのは嬉しいですが、体しっかりとほぐしてくださいね。最新鋭機に雑巾掛けを手伝わせて、万一故障でも引き起こしたら私がクビですからね。あ、ごめんなさい、大掃除したいとかわがまま言って。あ、いえいえ、大歓迎でしたとも。雑巾掛けレースなんて何年ぶりにしたことか。だからこそきちんとケアしてほしいんです。せっかくの楽しい思い出を暗転させずに済むように。うん、わかった清春。わかってくれて何よりです26。あのね清春。はい、何でしょう26。あのね、自分ね、それは、いや、26？
どうしました？二六。キヨ、ハル、自分は。二六？のぼせましたか？二六？二六？冗談じゃなかとよ。電車区長ばどこばい、話は聞かんと。何清原どこ、夢よかった、夢じゃなかった。あれがロボセルなの？わからない、後で白お姉ちゃんに聞いてみる。嬉しくない、違う、嬉しいけどもったいない。清春とずっともっとおしゃべりできるチャンス。え？赤いんとこすか？はい、その前に合流？はい、わかったっす。ねえ、シロお姉ちゃん。ニーロク、よかった、起きたのね。え、何？詳しい話は後、とにかく一番安全な、そう、赤い運転士、赤井さんのところに行きなさい。どういうこと？何があったの？いいえ、とにかく赤井さんのとこ、流されちゃうから教官切って、急ぐのよ。待って、シロお姉ちゃん、シロお姉ちゃん。無事ですね、本当に良かった。今向かおうとしていたところです。無事？ええ、二六は蹄鉄再生の象徴、この状況では真っ先に槍玉に挙げられかねない。槍玉って？もちろん普段はみんな気持ちの良い連中ですが、人間は一度パニックに陥ってしまうと。あ、それ、ねえ、何なの？清原、何があったの？まだ知らないのですか？知らない。なんだか大きい音がして、起きて、起きたらすぐ白お姉ちゃんがここに行けって。そうでしたか。何から説明すればいいのか。赤井くん、赤井くん、赤井、いるだろ？少しの間ここに隠れていてください。いいですか、声も出してはいけません。赤井くん。はい、今。恋は読んだと？はい、読みました。まさかこれほど早く、これほど極端な動きになるとは。蹄鉄解体、全路線を廃線道路化、エアクラバス車誕生へ。こんなバカな話ねえよな。上は何考えてんだよ。
電車区長ば逃げ回っとるみたいで。赤井さん、あんたなんか知りませんかね。電車区長を捕まえて皆さんはどうされるおつもりですか。決まったな、この馬鹿げた決定の撤回を。区長は確かに小倉の最高責任者です。しかし小倉の最高責任者でしかありませんよ。ほら、政府の決定ぞ。一電車区長が覆せるもんじゃなか。そういえばそうかもしれんばって。どっちの味方なんすか先輩は。決定ば覆せんでも窓口にはなるでしょうよ。やけんわしらん意見ばまとめてもらって。さてそこじゃ。そこを話し合い通って赤井くんとこ連れてきた。わしと赤井くんばこぎゃんなったときんことをずいぶん前から話しようとった。最悪の場合こうなることは容易に予想できました。その時どうするのが最善かを考えていました。最善ば、それは蹄鉄解体を撤回させて。だよな、電化が進んで電車が走り回るようになりゃ。電車ばどんどん走らせて、それでいくら儲ければ地方路線の赤字を全部埋められっとか。いや、そんなことを俺らに聞かれても。蹄鉄の昨年の単年度赤字額は8300億円強、累積債務は実に37兆円に及んでいます。37兆。エアクラ普及の影響ばそこまで。鉄道を？もっと前からディーゼルエンジンのトラックが物流の主役に躍り出て以降ずっとの話ばい。そんな昔からの赤字ここまで積んじまったら返しようがねえじゃねえすか。ですので私たちは話し合っていました。蹄鉄は発展的に民営化し分社化すべきと。民営化ってどういうことだよ。蹄鉄は一度潰してバラバラにするいうこったい。そげやした上で新しい会社ば作る。潰すて。鉄道ば見捨てるいうことですか。生産されれば譲渡を受け、もしくは買い受けできます。我々に必要なだけの線区と車両と。ああ、一旦潰せば儲かんねえとこ切り捨てて儲かるとこだけを切り取って買えるってことか。よか話ばい。そぎゃんとできたら小倉は生き残れったよ。まあそういうことばい。できるかどうかは全く別の話じゃけんど。蹄鉄が主導となれば容易にできた話です。鉄道存続のため当然そうすると思っていました。しかし蹄鉄はそうできなかった。おそらく国か明国かにそうさせてもらえなかった。できるできんは関係なかとよ。やるかやらんかの話ばい。そうっすよね。蹄鉄解体が避けられないってんならやるしかねっすよ。赤井さんならできようばい。蹄鉄の希望クハ26系は任される試験運転士やけん。赤井くん、今年中はここへ連れてきたのはそぎゃんを開けたい。分割民営化、誰かが旗振って運動場一本化せねばなるものもなせんようになるけんの。それは私には向いていません。私はその責任に耐えられる強さがありません。そこばわしらがフォローするけん引き受けてくれ。小倉をここん鉄道ば残すため旗振ってくれ。
いえ、先輩が先頭に立ってください。私は全力でその補佐を行いますから。できたらやっとるが、わしはテロの幹部、兵側とは水と油ぞ。ああ、だから赤井なんすね。どの老祖とも経営側とも距離を置いてるから。赤井さんしかおらんとばい。この通りじゃ、頼む。状況が状況です、電車区長。経営側も桔梗や元老だって今までの対立を置いた話を。ありえんばい。こぎゃん話ば進んどるのは、自分らはもう新会社のポストば確保しとるからよ。でしたら新体制移行を認めることを条件に、こちらも分社化の話を受け入れさせればいい。そらどういう。小倉内でも分割をするということです。お互いの主張を認め合うことを条件に住み分ける。経営側がそんな受け入れるわけなかろうて。いえ、経営側も新体制でのポジションを、高評価を得ることを求める以上、交換条件にできます。なるほど。泥沼の雇用闘争にでもなれば、新会社での管理職就任は難しかろういう話じゃの。そぎゃん取引、わしらじゃすぐには思いつけん。奴らに丸め込まれるだけぞ。やけん頼む。いや、しかしここまで頼んでドギャンして引き受けてくれんとか。赤い、お前まさかもう経営側と。そんなことはありません。じゃったらお願いだ、赤井さん。26。清原、平気。自分に清原の責任を押し付けてほしい。クハ26の。ああ、隠しを取ったですか。黙らせとけ。レールロードが口出しするような話じゃなか。26、今は。いや、待て待て。26、下がっていなさい。待て、言うとる。26よ、貴様ドギャン風に赤井君の責任ば負いよるつもりと。決まってる。クハ26を本線営業運転に乗せる。自分の特急、エアクラに負けないための特急を。エアクラに負けねえって。ああ、いや、そのための開発だもんな。そう、エアクラに勝つために想定されてる運用、エグゼクティブエクスプレスとして速度に快適性を加える。特急、定点輸送の速度面だけなら確かにエアクラに負けはせんじゃろうが、向こうにはドア2ドアの強みばあるとよ。ドギャンしてそこに勝つとか。ゆったりとしたシート、ビュッフェ、カーテン、軽食を取りながら仕事をしながらの移動を提供。快適性とは余裕のこと。実利より余裕を求める、そうした富裕層向けを狙ってシェアを確保する。各所での試験を終えれば営業路線も延伸される。帝王、名古屋、大阪、博多からも逆に伸びていく。ゆったりと仕事をしながら快適に帝王を出て、最終的には博多まで。なるほど、それでエグゼクティブエクスプレスか。お前じゃねえな、上もやるじゃねえか。なるほどなるほど、大変ためになったとよ。赤井君、レイルロードがここまで言うとっとよ。どぎゃんかね、引き受けてくれんかね。
清原、署名これでいい？ああ、いや、これは素晴らしいですね、26。100を超えてるじゃないですか。清原がリーダーだから。それに嫌だけど、敗者階層の活発化も強い後押しになってると思う。ですね。電車区長たちが面会を拒んでいる状況も皆さんの不安を煽っていますから。3階に上がる階段の前、幹部の人たちでバリケードを組んでるって本当？バリケードではありませんが、実質的には幹部連は交代で人垣を組んでいます。人垣、原始的ですが効果的です。指一本でも触れたら暴行罪で警察沙汰です。退職金も出なくなる。だから誰も3階に上がれない。幹部の人たちと話ができない？ええ、けれども指示だけは降りてくる。仮に抗おうものならこれもまた即免職です。でも命令だから従うものって分かってるけど、だけど白お姉ちゃんすごく辛そうで。26、それが責任というものです。仕事とは生活とはそれほどまでに重い。だけど白お姉ちゃんのマスターを悪く言う人もいるの。転んだって。お姉ちゃんのマスターがそんなことするわけ。それは誰にも分かりません、ご本人たち以外には。ですから人前では反論も同調も禁物です。清原？話題に加わる。それだけで相手の立場を悪くする。そうしたことも世の中にはたくさんあるのです。だから違うって言っちゃダメなの？それもやっぱり責任なの？ですね。26は私のレイルロードですから、私と同じ責任をやはり負わねばなりません。清原のレイルロード。そうなります。新会社が無事設立できれば、私はあなたを手放さない。誰にも決して渡しません。そうならなければこのまま終わり。その場合にも私だけがあなたのマスターです。嬉しい。清原、うん、マイマスター、最初で最後の自分だけのマスター。喜んでもらえて光栄です。26、私の最後のレイルロード。教えて、新会社を作るため何をすればいいか。未来のために、一緒に走り続けるために。そうですね。では署名を整理しながら話しましょう。署名の整理？私が集めたものとの照合ですよ。50音順に並べ直して重複を外してリストにする。わかった。重複があると不正な署名とされる危険があります。未記入の項目があるものも外してください。わかった。自分が入力するから清原にはチェックしてほしい。それで行きましょう。お願いします。うん。普通であれば民営分社化は鉄鉄にも有利な提案となります。そう思う。鉄くずにして処分するより欲しがる人に売る方が高く売れるに決まってる。けれど今回の件は違います。エアクラッシャー、あ、いえ、むしろ明国の命令での
秘策でしょうから。鉄道が滅びればエアクラの普及に加速がつくかな。でしょうね。解体後の受け皿のエアクラバス車は鉄道からエアクラへの転換の象徴ともなるでしょう。じゃあ民営分社化は難しい？大丈夫ですよ、ニーロ君。引き受けたからには成功させます。どの道最初から引き受けるつもりでした。そうなんだ。あの時出しゃばっちゃったから。それで清春断れなくなったとかじゃなかった？ああ、そんな心配ができるほど。ニーロク、君は成長してくれているのですね。言った通り、どの道引き受けるつもりでした。鉄道を失えば私の選んだ全てが無意味になります。うん。だからこそごねたのです。ごねる姿勢を見せておくことに意味がありました。意味って？それはですね。あ、待って。時間大丈夫ならこのまま聞きたい。このままで全部教えてほしい。甘えっ子ですね、ニーロクは。うん。ごねた理由の一つは彼らの覚悟を見るためです。それなら自分がというものがいるかを見たかった。わかった。そういう人がいたらその人に前に立ってもらったの？それも選択肢の一つでした。私は臆病者です。全くフロント向きではない。だと思う。慎重で臆病だから清春は最高の試験運転手なんだし。分かってもらえてほっとしますよ。しかしそうはなりませんでした。つまり彼らもどのレベルかで様子見をしている。いつでも転べるようにしてるってこと？端的に言えばそうなります。条件次第であの4人の誰にも転ぶ可能性がある。うん。すでに経営者サイドの者もいるかもしれない。その心配もごねてみた理由の一つです。うん。経営者側の人がいたら清春の様子を報告するから？そうですね。清春が消極的って思わせてたら何か工作をしてくるかもしれない。すごいですね、二六。さすがは最新鋭。稼働半年強でここまで人間を理解するとは。ううん、違う。人間全部のことはわからないけど、清春のことだったらずっと見てた分わかる。清春？自分間違えた？いえ、二六、いえ、その、正直に言って、照れただけです。照れるの？清春も。照れますよ。それは、やはり。そうなんだ。ああ、最初の話に戻りますが、民営分社化は理想的な成功です。うん。ですが、交渉の余地なしと判断されれば潰される。明国絡みの国策に、私たちレベルでは抗えません。うん。私が絶対に譲れないものは、二六、君です。君という、私が人生を注いだものの結晶です。うん。
最悪の場合でも君さえ残ってくれるなら、帝鉄、あ、いえ、鉄道復活の種火は残り続ける。わかる。自分はそうした期待。自分さえいれば、クハ26だって編成ごと復元できる。クハ26は残したい。可能なら小倉博多の路線も。そういうふうに成功にいくつかのレベルがあります。わかった、と思う。この署名も、こねたのも、全部、成功のレベルをより高くするため。その通りです、26。私は臆病者で、決して英雄にはなれない。うん。清原、自分は清原が好き。清原にきっと恋してる。きっとじゃない。自分は清原に恋してる。清原のことが好き、大好き。私は26、臆病者です。知ってる。だから好き。君に対する愛情も執着も欲もあります。しかし私にはそれが純粋な愛情なのかが、もはや。自分の好きだって純粋かどうかなんてわからない。だけど好き。清春が好き。純粋じゃなくたって好き。いっぱい好き。大好き。純粋じゃなくても、わからなくても。あ、確かにですね。たった一つだけはわかります。26、私も君が好きです。味わからない、今のだと。だから清春、もしよかったらもう一回、キスの時間、もう少しだけ、長くして。こちらが、現帝鉄職員338名分の署名。そして、こちらが趣旨提案書となります。338？ 近隣からも集めおったとか。いや、それにしても太か数よの。現業職からの署名だけではありません。総合職や幹部職員からの署名もあります。ほう、幹部職員からも。文字、小倉、博多間を廃線することはそれほどに無意味、ナンセンスだと多くが感じている証です。そらそうよ。こうぎゃんとバカな話ばあらせん。子供にだってわかることとや。でしたら分割民営化案を。逆から言えばバカな話を飲まさるだけの理由がこっちにもあるいうことよ。ようこれだけ集めてくれたの。これじゃったら腹割って話せるけん。え？26ばおらんな。はい。
そういう約束でしたから、もちろん私一人だけのことでもありません。じゃったらよか。これは帝鉄側の手の内全部ぞ。マジかよ、俺にも見せてくれよ。やめ後藤。読みます、私が声に出して読みますから。そっか、なら任せるぜ。どうしたい、読めねえ字でもあんのかよ。ああ、いえ、読みます。帝鉄解体に向け予想される反発への対処法。な、手の内全部で経営側の恋場対処マニュアルと。そぎゃん手の内ば明かすわけがなか。こら経営側の分担工作ぞ。とにかく読みます。1、鉄道全廃へのロードマップ。全部計画通りに運ばれてきたってわけかよ。今日ここで巻き込まれてるクソ茶番さえもよ。ここまで読めば十分です。帝鉄の明国の言う帝鉄解体とは、つまり全車両の解体という意味なのですね。バカじゃねえのか。んなことして何になるよ。線路全部剥がして道路にしたって。全部とは書かれとらん。売却ばして構わん路線も列記されとる。確かに列記されていますね。湯野井線、高森線、松浦線、唐木線、鹿児島本線の仙台八代間バラバラに散ってるじゃねえか。しかも非電化の単線区間ばっかだ。じゃのう、そぎゃんば帝鉄の、いや国と明国との意思体。ガス抜きのため一時的には存続できる路線と旧型車両と割譲する。やってけるわけねえだろそんなの。最終的には鉄道全廃かよ。クソくらいだ。バッテンそぎゃんクソでも食らうしか鉄道存続の可能性を残す道はなか。電車区長は鉄道存続をお望みなのですね。電化路線と電車たち、未来ば一時は潰してもそいでん生き残らせるもんば作らんと。そのお覚悟があるのでしたら、電車区長、自主運用での徹底抗戦も選択肢にできるかと。電車特急エグゼクティブエクスプレスは確実に闇を裂き光となれる車両なのですから。光か、いいな。いかにも復活の切り札だ。エグゼクティブエクスプレス光号。光号、電車特急光号。冷静さば懐中ぞ赤井君。国ば敵に回して電車ば走れん。あ、送電停止、架線撤去、国ば何でもやれるけんの。
クハ26をはじめとする全ての電車、電化完了路線群、そういば犠牲にすることで少しは助かるもんもある。孫言い方は。いいえ先輩、構いません。それは単なる事実であり、単なる評価の対象です。じゃあどん電車ばどう転んでも走れんと。走れんもんば飾っておいてどうやんすとか。そういば確かに損害じゃが、言うてもの技術ば何としても継承せんと。鉄道ば経験工学じゃけん。電車技術ば犠牲にすとはありえんばい。二度と取り戻せんようになりよるぞ。決裂でよか。徹底抗戦、実力行使なんぞさせんで、ガセンば守ればよかたい。おい、どうすんだよ赤い。一日24時間だけ猶予ください。自分は清春の望む通りに清春の役に立てるのであれば、それが幸せ。クハ26とその編成を助けることはほぼ無理であるかと思っています。自分も同じそう思う。クハ26が走れる線路がなくなるんだから、走れないならないのと同じ。自分が犠牲になることで。いえ26、君を犠牲にはしません。私が選択した人生の積み重ねてきた時間の26、君はかけがえのない結晶です。君だけは決して譲れない。それが私の絶対防衛ラインです。嬉しい清原、清原、清原。だけどできるの？クハ26は廃車改装されるでしょ。そうですね、クハ26の徘徊は間違いなく小倉工場の終わりを告げる象徴的な儀式にされる。うん。ですので手続きは正規のものとされた上、厳しく監視されるでしょう。徘徊手続き、正規のもの。車両、レイルロード運転隊、レイルロード整備隊、その全てが揃っていることがまず確認されます。うん。レイルロードはタブレット換装によっての動作確認がなされます。確認の順番に規定はあるの？そこは任意です。運転隊、整備隊の順であってもその逆であっても構わない。結果は同じですから。なら動作確認した後のタブレットはそのままですね。実装されたままの状態で廃車改装に向かいます。監視の人間は天井するの？いえ、けれど列車を止めることは許されません。解体処分をされる文字まで一直線です。文字に着いたらどうなるの？牽引機関車と切り離され、留置され、解体されます。ですが正規の手続きを沿用される場合には間を置かない。留置なしの即時の解体処分がされる。留置している間に不正が行われないように。その通りです。その上文字側で最終のレイルロードの動作確認まで行われます。それは
と、どうして？そんなことをしなくたって同じじゃないの？レイルロード自らがタブレットを外部に投げ捨てる。機関助士ないし密情した者が同様の行為をする。そうした先例が過去にありました。その度に手続きは厳重化されたのです。でも電車区長が味方をしてくれれば文字側にだって協力者を作ったりできない。大きな意味では確かに電車区長は味方ですけれど、あの人にも決して譲れない仕事があります。譲れない仕事？エアクラバス社になるべく大勢を移籍させること、そうして予想される首切りから守ることです。あ、生活とか責任とかの話？その通りですね。そしてレベルは違えども先輩や他の方々に関しても同じことが言えます。うん。技術、知識を持つ人員の散逸を防ぐこと、いつかの鉄道復権のため、その価値は計り知れません。わかる、と思う。その時が来てクハ26が復活できても、ただそれだけじゃ意味がない。小倉工場を電化路線を復活させるその時のため、味方であっても行動面での無理はできない。わかった。文字にまで迂闊に工作をしたら、それが漏れちゃう可能性はきっと跳ね上がっちゃう。蹄鉄の上層部、あるいはさらに上位の組織から、監視の人員はすでに送られているでしょうしね。そうなんだ。クハ26の廃車改装の時には当然その監視の目も一層厳しくなるでしょう。なら抜け道はない？なくても作り出すのです。整備隊は諦めるしかないかと思います。うん、それは最初から分かっていた。整備ボディにはパーソナルマークが多すぎる。はい。運転体とタブレット、最低限それだけ守れば。うん、自分は自分でいられる。清原と一緒にいられる。そうですね、ずっと一緒に。運転隊については取引を持ちかけられています。取引？どんなの？誰から持ちかけられてるの？後藤と言ってわかりますか？私の同期の口の悪い。うん、わかる。あの口の悪いけど多分頭がいいですね。彼からの持ちかけです。どんな？まさに今彼の車両とレールロードは廃車改装に送られています。電車区長と話をつけて、厳格な手続きを踏まず、その上での廃車改装を取ったそうです。厳格な手続きを踏まないってどういうこと？動作確認を省略した結果、運転カバンの中には運転隊のモックアップが入っています。それなら後藤さんのレールロードは運転ボディだけは助かるの？いいえ、26。
授けること、それを高く売るために彼は。分かった。後藤さんのレールロードは果たした。マスターのため自分の全部を使い切った。そうなのでしょうね。彼女にとってはただ後藤のため、マスターのため。結果としてブランクの運転体が残りました。タブレットも整備台も車両もない運転体が。運転ボディならパーソナルマークはとても少ない。レールロード工事部の人たちに頼めば。ええ、その通りです。明日の朝には26にそっくりに仕上がっているそうです。すごい、やっぱり頭良かったんだ、あの人。そうですね、ああいうタイプの頭の良さが鉄道存続のためには必要なのかもしれません。二六、君を守り抜き、電車特急をいつか必ず復活させる。それが私に求められた対価です。あれれ、思ったほど頭良くないのかも、あの人。かもしれませんね。それは何の約束がなくても私が必ずやり遂げることですから。ですので、あとはタブレットです。タブレットさえどうにかできれば。そこまでするなら、後藤さんはどうしてタブレットも助けないの？もちろん文字側で工作をするリスクは取れないからです。あ、そうだった。文字の人たちがどんな立場かわからないから。文字側のチェックの内容を送るように指示したと聞いていますが、果たしてそこまでできるか。それは聞ける、簡単に。だってちょっと共感すれば。あ、いた。今大丈夫？白お姉ちゃん。あのね、聞きたいことがあるの。そう、文字のこと。すごい、なんでわかったの？え？あ、白お姉ちゃん、そんなこと考えてくれてたの？でも、いいの？うん、わかる。順番。自分はまだ稼働半年少しで、白お姉ちゃんは引退間近なんだもんね。白お姉ちゃんのマスターだもんね。文字までレールロードなしでもヘイチャラだよね。そうなの？マスターも引退するの？だったら、何の問題もない？わかった。ありがとう、白お姉ちゃん。うん。うん。大好き。それじゃね。またね。え？ちょっと待って。何？どうしたの、清春？いえ。その、シロさんにありがとうと。レールは必ずつなげていくと。わかった。
あのね、白お姉ちゃん。清春がね。うん。うん。わかった。じゃあね、お姉ちゃん。バイバイ。またね。うん。お姉ちゃん、清春にね。ありがとう。二六のことを頼みますって。そう、ですか。それでね、清春。この体、整備ボディ。明日には、もう、なくなっちゃうでしょ？はい。だから、清春に見てほしいの。自分の全部は。残らず、覚えていてほしい。あと5分。ええ。うまくいくよね。そうあることを信じるのみです。そういかなければ。逃げ出すのみです。何、そうなればなったでどうとでもできます。そうなんだ。うまくいったら清春と自分はどこ行くの？どこへだって行けますよ。電車区長は多くを勝ち取ってくれましたから。単線、非電化の複数の路線が蹄鉄廃止後にいくらかの車両とともに売却されると内定しました。そうなんだ。ですので、その中で一番電化が早そうなところへ行きましょう。私たちなら受け入れられます。そっか。どこがいいのかな。湯の井線は清春の神社の近くだけれど、電化は難しそうだよね。ねえ、清春はどこに行きたい？それはことが済んでから考えましょう。あ、これ、ダメ、無理しないで、白お姉ちゃん。壊れてもやってもらうしかありません。中断すれば白の覚悟さえ無駄になります。ですので、止めるのではなく応援を。それが無理なら、マスターとして命令を。無理じゃない、命令しないで。できる、するから、したいから。でしたら二六、白に全力で応援を。うん、頑張れ、頑張れ白お姉ちゃん、頑張れ、頑張れ白お姉ちゃん、頑張れ、負けるな白お姉ちゃん、一緒、二六、一緒にいるから。はあ、
知りましたか。多分そう。お姉ちゃん家行ってスリープ入ったから。教官を、意味ある教官を送ったのですか。ずっとぐちゃぐちゃだったけど家行って、それははっきり伝わってきた。そうですか。それほどのレイルロードを育てる方が貨物に。いや、今からでも遅くない。え、何が？新しい鉄道会社のことですよ。話し合うこと、伝え合うこと、蹄鉄はきっとそれを忘れてしまっていたのです。だから新しい鉄道会社では話し合い、伝え合うことを大事にしていきたいと。うん、賛成。話をするのすごく楽しい。でしたら話し合いましょう。新しい鉄道会社のさっきの話の続きから。うん、あのね、九州はどこも電化難しそうなの。だから九州の外はどんなとこかなって。私も詳しくはありません。どこか行ってみたいところでもあるのですか。東海道、日の本で一番の本線なんでしょ。だったらそこを走ってみたい。東海道こそ真っ先に剥がされる線路でしょうが。それじゃあ北海道ってどうなの？広くて土地がたくさんなんでしょ？広すぎますし、雪の影響が甚大と聞きます。電化以前に保線コストが極めて厳しいかと。ならやっぱり九州が一番いい？ねえ、清原はどう思う？九州は鉄道王国になりうる土地とは考えます。なので再編の道筋さえ間違えなければ。あ、文字ついた。あ、やった。なんか検査とかないみたいな感じ。え？だってすぐ動かされてって。え？え？え？切るんだ、教官を今すぐに。いやー、二六。
話し合い、コミュニケーションの不足。一瞬で済んでいるはずです。もうシロは、共感を送ることなど、できないはずです。専用ピン、出さないと。26、起きてください。26、聞こえますか？起きましょう。26、26、起きるんだ！26、よかった！26、26！キヨ、ハル。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 26、よかった。本当によかった。清春、壊れた。ですね。それでも、シロは見事に、自分を犠牲に。26のことも、鉄道も。シロお姉ちゃんも、壊れた。自分も、同じ。どこかが、壊れた。取り返せない。26、清春、自分は笑えてる。笑えているよ。いつも通りだ。すごく可愛い。嘘。清春、いつもと違う。清春、清春、どこか痛いの？いつもの自分でいるなど、とても。泣かないで、清春。清春が泣けば、自分は悲しい。すまない。すみません。26。分かっていても、それでも、それでも。だけど、嬉しい。清春が、自分の代わりに、泣いてくれて。清春は自分を救ってくれた。あのままだったら自分も全部壊れてた。そうだろうとは思います。けれど、だから清春が笑えていれば、自分も一緒に笑ってる。下手くそ、清春、笑えてない。それは、今はまだ慣れてないから。そう、慣れる。この顔にも、シロお姉ちゃんがいないことにも。そうですね、慣れるしかない。すべてに、新しい環境にも。うん。だけど、清春は変わらないでほしい。
ちろんですとも。うん、ゆっくり慣れていきましょう。少しずつ回復をしていきましょう。そうする。清春とそうしてく。ええ、少し疲れた。眠ってもいい？もちろんですとも。運転カバン開けますね。うん、カバンは今は怖い。そうですか。清春と一緒なら怖くない。光栄です。安心して眠ってください。うん、おやすみ26。うん、清春、おやすみなさい。